瓦礫通りはスラムの西の方、モンスターよけの防護壁の向こう側、念のため準備はしっかりね。注目気を抜けねえ小さな物音だ。自警団が見回り強化してくれ。お手頃価格の品物から揃えてるよ。戦いのプロ、アイテムのプロ、さあ、一度アイテムやりなきゃ。この土管通り、覗いたことある？ない、ない。やばい人たちがたまってしまって、知ってるのこの先の空き地はモンスターの巣窟だ。荒くれ者しか近づかねえぞ。行くんなら気をつけな。おい、この染みは血の跡か。おっと、商品を譲る高級な死んだ製品。この土管通りならこの店じゃ別の名物。ウォールマーケットの店。お気に入りの子を見つけちゃってさ、もう何ギルつぎ込んだかわかんねえ。大変だ。どうだ、生かす曲だろ。気に入ったならほらやるよ。生かす曲だろ。無そうなもんは、くっゴミ山崩落中につき立ち入り禁止。立ち入り禁止だ。あなたが噂のティファちゃんの幼馴染で何でも屋さんですね。私いろいろ商売をしておりまして、セブンスヘブンとも取引があるんですよ。つまりあなたともまんざら他人じゃないってことだな。私のことは遠い親戚のおじさんとでも思ってくれていいですよ。課長の読み通り、犯人はアバランチでしたね。爆破はアバランチですよ。ここで働くいつもより人も八番街の人たちが、私の命のことちゃんと知ってる。プレートにもモンスターがいるんだろ。ノイズ、とりあえずアリトリすぎゃ使えそうじゃねえ。アポールも爆破したの。星の命を考えた魔鉱炉爆破事件は暴れ、おまたと食料が足りなかった。おすすめは魔獣団だよ。上からで10人暮らしの気分に見ていくな。ここ見るよ、武器なんだよ。人のためでなく人のために我が家を開けるんだ。休み休み。
もっとそばにおいでよ。運休すると、でも駅員さん、どうしてジェンセン運休なのかと。怪しい奴は俺が見つけて逮捕してやる。列車墓場の封鎖を解けて、朝から詰め所に抗議しに来た奴らがいた。ジャンクパーツはあの噂。信じてるぞ。列車墓場にはお化けが出るっていう。見た人がいるって聞いたわよ。列車墓場にアバランチってやつだわ。俺なんてジャンクはい、今日も一日だね。なでなで過ごすよ。ダイエットのせいで寝不足な頭をジャンクパンとか寄ってくれないよ。君はあいつが決まったら安いの揃ってるわよ。一日頑張らねばな。金のためでなく人のためにね。もっとそばに行かないと。どうして前線を抜ける。なんで列車が怪しい奴は俺が見つけて帰る。噂本当なのか。列車お化けが出るっていう。列車は全部待っていれば動くかもしれないよ。上で働いてるよ。故郷にいたって犯人はアバランチ。どんな人が乗ってスラム暮らしってやっぱり上ですよね。アバランチは上に行ったの。行け俺。協力者を選定中。ウェッジの言ってたやつか。便利屋でけえ剣だな。どういうもんだ。ティファちゃん気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。狙うぞ。じゃあ
すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。消えろ。くよ、勝負あり。ここまで。いればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、ここまで。これはスラムのところだな。覚えるのか。ここで話すんですね。さあ、もう一息頑張ろう。叩き切る。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ開いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さあ、ビックスたちのところに戻ろう。協力者を選定中。あんた、次のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。なんでもね、やらずガレット通りのモンスター。エコスギタもう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限りエコスギ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だ。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド。なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。通りのモンスター。悪いことしたら容赦しないわ。子供たちに憧れだって言われるのよ。やつが悪いの。本当に強いの。悪いことしたら容赦しないわ。子供たちに憧れだって言われるのよ。おい、あんた、どんなモンスターも倒す何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら。さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強いやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、
他のも見ていかねえか。見るだけだ。寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。真相回転、なんでも屋なんだって？この数が多いほど町は安全になったってこと。ここだけの話、これあなたのおかげだよ。これからもよろしくね。たっぷりお礼するから。あんた何でも屋だって？物を売るなら協力者を選定中。仕入れ関係はデリケートだからな。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。
助かる。協力者候補を発見、照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、金星の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。強くなったな。天皇層のマーレさんは星のために爆破されたってか。火事件の犯人は相手の屋の主人、元気がないんだ。相手の屋といえばお、ディーファーちゃん。そいつ何でも屋始めたんだって。だったら化けネズミどもを倒してくれ。奴らめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた、今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかな。ウェアラットをやっつけたら化けネズミが来るらしい。
元をしっかり見ろ。ティワちゃん。ジョニーってば。すぐ調子に乗せる。言わなくていい。すぐ片付く。手伝うよ。終わりだ。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待つ？あ、そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。倒したってな。だが俺の依頼は化けネズミだ。やる気があるなら化けネズミ退治を続けてくれ。ほらそろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ。なんでもや。Yeah.
よ。沈め。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。お手頃価格。化けネズミを倒してくれたってな。ありがとよ、二人さん。化けネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でも屋お気に入りの店として宣伝する。どう思う？いけそうだろう？どうだろう？何でも屋商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも力を合わせて盛り上がっていこうぜ。何でもや、きっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？何でも屋の活躍で生まれ変わったアイテム屋、ちょっと覗いていってみない？ありがとう。何でも屋さん、人が抜けたアイテム屋の動いて。見る？大丈夫か？よせ！出て！待て！どうしよう！話しやがれ！死んだのいるから！黙れ、血ネズミ！チュチュ！どうしたの？死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいに怒られて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。でも今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。逮捕されるかも。軍相手によくふざけるわ、あいつ。
もげる、腕がもげる、そんなに引っ張るなんて、暴力反対。待って、歩け。クラウド、あそこに隠れよ。痛いってな。模範市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのポニーテールか。ID はきっかけだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを離せ。ん？なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら暴れ。どういうつもりだ。もうやるしかないよね。終わり。調子に乗る。仕上げだ。覚悟はいいか。ここで仕掛ける。どうしよう。口を封じる。おい、おい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした。クラウド、やっぱり変わったね。どこが。例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな、魔法の目だ。そっか。これからどうする。店に戻る、それとも何でも屋続ける。廃工場の羽とかげど、あそこは俺たちの、うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないか。引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。じゃ、早速準備していくよね。
トロミツバチだよ。お気に入りの子を見つけちゃったな。街を出るって。ジョニー慌てて家から引っ越したよ。一番だよ。この子デートの学校に通った。いつもより星の命の。無理だぞ、帰る。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ？ティーファ？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫に全部倒してくるよな。敵じゃない。私たちなら余裕。頑張る。当てる。わっ、勝負あり。そこ決まった。当てる。終わり。そこ破るマテリアのバトルレポート。うん、分かってる。当然の結果だ。相手はザコだ。決めちゃおう。まだまだ。行くよ。終わったな。
この調子で行くぞ。次を勝とう。羽トカゲ、片付けてくれたって？見たところ、スラムのガラクタを長年見きってことで、支柱前に行ってみな。ヤバいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるな。そういうの、と。ああ、まず己を知り、その道を極めよ。風景が違って見えるぞ。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いて。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共に新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。アイテム屋から君の話を、協力ありがとう。実はまたモンスター桁外れに凶暴な進路の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃。引き受けよう。助かるよ。俺ら頼んだよ。危ない犬、どうに。瓦礫通りに危ない犬が出たんだよ。あんたが例の。なんか保険なのないと思うな。
追いかけるぞ。やってくれたか。あれは神羅から逃げ出した新種だと思う。そうだな。情報が、つまりどういうことだ。もしかしたら七番街スラムの地下には、いや、どうだろう。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。ああそうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はして。へえ、物足りないってわけだ。無理は禁物だぞ。マイマーが負けねず、お前がやったって。あれ、あ、お姉ちゃん。マリンは店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝ってほしかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。おし、命ってわかる？頼もうかね。 OK。 よく見せてみて。
解体すりゃ猫の鳴き声しなかった？威厳を見せんか。はい、さっさと立ち去れ。あ、ティーファー、ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら、ぜ、ん？もしかしてあなたが噂のなん、じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先、鍵は近くの木箱に隠してあるから、片っ端からぶっ壊しちゃって。本当は列車墓場にジャンクパーツを探しに来てんだ。列車墓場から仕事か。怖いもんか。
凶悪なモンスターが支柱近くに。どうしてきてるわ。近くに行く人たちは念のため注意して。お、なんでもや。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。一瞬で終わりだ。楽勝。何？よし、やっちゃおう。当てる。勝負あり。終わり。沈め。
当然の結果だ。鍵がかかっている。相手はザコだ。決めちゃおう。やっと、これで。決っと、えいっ。だ。消えろ。決まった。どうってことない。すぐ片付く。手伝うよ。終わりだ。
悪くない動きだ。頼もしいでしょ。次に備えろ。うん、分かってる。こんな時こそ集中。しまった。回してやる。行くよ。帰りなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは威張るだけで何も。兵士は職業だ。人としてどうなのって。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元神羅って聞いてるよ。私はこの町が好き。いいわ、この町は私あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。
ヤバい奴を退治したんでしょ。自警団のグエンちゃんが感謝してたぞ。この子をくれ。ここで働かせてくれ。バックパワーアバランチです。上に引っ越した妹が遊びに来たの。あ、出てて驚いちゃった。そのバイクは今晩ジョニー、どうしたんだ。あれ、猫の鳴き声しなかった。近くにいるのかも。そんな声を守ってる兵士なんだ。ちゃん、今日はいつ頃に列車が止まったまま。手元をしっかり見ろ。そこの土壇通り、のぞい。お、商売仲間を救った。何でも屋の活躍で生まれ変わったアイテム屋。ちょっと覗いていってみない。商売人として一皮むけたアイテム屋の渾身のラインがすっごいね。ティワちゃん、今日飲みに行って。何、バレットさんでしょ。さあ、着いたよ。怖そうに見える。疲れたでしょ。すげえいい。ま、そうだな。でも、労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。なら、もう少し依頼を探してみる？そうするか。どうする？店に入る？おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は。マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。ごめん、もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？
マコーロの爆発は市民の敵アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ。報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。黄色い花か。変わった女だったな。黄色い花か。
作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。逃げ出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む？ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦楽。ビックス早すぎ。無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからあいつらなんだ。右腕が銃の男。
近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ。兄ちゃん、近所の人かい？まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか？この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ？200。300だ。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか、見てんじゃねえ。喧嘩、あいつらの仲間。気の毒。オッケー、邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。へ逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない、後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。ふん、神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。俺には関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。いや、純金ですよ。登録番号はちゃんと。仕入れ元は詮索するな。土管通りの心得だぜ。俺も化けネズミには恨みがあったんだ。ウォールマーケットに。あいつがバケネズミよ。そこそこやり手って評判よ。干しても洗濯物がほこり。五番街にいる。荷物する食料って何かしら。最近また猫も。自警団だ。結婚して上で最近は何でもやって結構稼げる。おかえり、遅かったね。
なんつって。はあ、話があるんだけど、入れてくれない？じゃあ、前置きはなしで。今度は何の例だ？次の作戦に押せなかったお詫び。あ、じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ、他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に七番街、プレートの七番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お、手付金代わりね。私のケース。なんだと、出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあ、みんなで行くか。親不孝の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、姉御。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。聞こえる？ああ。上に行く理由、ビクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鉱炉の爆発、すごかったでしょ。魔鉱が誘爆した。そう言ってなかったか？うん。でも、あれは願望。やっぱり、私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因は、どう考えてもそれ。それで、どうする気だ？
次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、神羅の倉庫からいただいちゃおうかと。神羅の？まず無理だが。そこでクラウドの出番。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ。偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか。でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね。ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃ、華麗な運転で私を酔わせてくれる。遠くを見てれば酔わない。楽しそうだ。そりゃもう、だって一緒に月を乗り越えた男と女は。うっ、やろう。いいね。いや、本当無用かよ。警告されたら素直に止まるわけ。そりゃ止まらねえけどよ。でしょ。力づく上等。ひょっとして私のこと守ってくれた。ついでだ。ありがとう。でもちょっとスピードが落ちてない。気にするな。いや、あこっちに行ったぞ。これ結構ピンチだよね。どうする、どうする。揺らすな。どけ。いや、えーな。いや、はっ。いや、はっ。いや、助けに行かないと。くっ。今の必殺技でしょ。名前とかつけてないの。アスミちゃん。エリート部隊。うわ、嫌な響き。もう負けそうっす。やクラウド、こっちも頼む。やっ、俺たちだけじゃ持たれ。やっ、
元ソルジャー、あんたに比べりゃ俺らはやっぱ素人だな。当たり前じゃない。お前もこっちからどうだ。いざ、ふふー、やった。このまま駅に向かうのか。うん、シャトへお願い。ああ、二人のドリンクもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。やらせるか。やっ、やっ、クラウド頼む。振り切れねえか。やっ、やっ、タイムリミットだ。巻き込まれる前に撤退するぞ。了解。どうしたんだろう。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。どう、最後まで付き合うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。ジェシー、ハンドルを頼む。え？え？どれ？
ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。そうな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。豪華。何の話だ。運転勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。違う。もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにヤワに見える。あ、あ、しっかり捕まってろ。あ、どうした。今落ちたかも。なんつって。ほら見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムス。はいはい、お腹空いたよね。ほら